と、こんにちは。さあ、豊さん、はい、あの巨人の関係者の方からキャンプの動画を使っても OK というのが、ね、はい、出ましたので、はいはい、今日は、前回が、ピッチャー陣ブルペン見たので、うん、はい、今回は野手陣です。まあ、野手陣な、はい、まあ、主力はね、うん、まあ、ある程度分かってる、はい、ね、で主力は順調だよ。そうですね、いやすごくね、うん、でやっぱり若手の底上げが必要だから、はい、ちょっと若手にね、ちょっと何人かにピックアップしたけども、そうなんです、はい、3名の選手で、まあ、秋広選手、はい、それから大城選手、あと中山ライト選手、はい、この3選手のちょっと守備もあったので、はい、守備も、うん、なので外野の守備とあとバッティングの方ちょっと見ていきたいと思います。そう、ね、はい、まあ、秋広がね、まあ、亀井が後ろについて、はい、あの外野の特訓をしてるんだよね、はい、まあ、今年からちょっと外野もやらすということでね。そもそもまあファーストとかですもんね、うん、どうですか、まあ、外野フラスタートの切り方だよね、はい、だからあの何でもそうだけど、うん、タイミングが合うか合わないか、うん、それによってやっぱスタートが遅れたり、こう後ろで亀が今、はい、飛んだけど、はい、やっぱテニスのように、はい、サーブを受ける時のように、はい、あのジャンプする選手もいれば、はい、ちょっとすり足を使いながらリズムを合わせていったりだとか、うん、する選手がいるよね。今のはその亀井コーチが後ろについて、そのジャンプをするっていうのはどういうタイミングを取ってるんですか？いやだから打つ瞬間に、打つ前に一瞬こう浮いて打った時にどっちかっていう、こういう、ああ、じゃあ亀井さんは、亀井コーチは現役の時からこういうふうに、まあ、そういう守備リズムを取ってたんだろうね。で、うん、今ジャンプして取りに行ったところ、ちょっとあのね、取れなかった、取れない、まあ、取れないよっていうよりも、うん、もうそれは目測だから、うん、それは誤ってるだけで、はい、まあ、タイミングは合ってると思うんで、後ろの亀井とあの秋広がピタッとこう、はい、あのシンクロしたみたいになってたから、はい、タイミングは合ってたんだよね、うん、だから、まあ、そういうふうな、動きやすいリズム、うん、動きやすい体勢を取ることをこう一生懸命教えてるんだろうね、うん。次はこれ中山ライト選手のトスバッティングですけど、ね、はいはいはい、まあ、そうですね、はい、ロングティーっていうやつだね。ロングティー、はい、でロングティーはなぜやるかというと、はい、やっぱこうバットの大きさというか、バットを大きく振るんだよね、うん、ロングティーって、はい、やっぱね、こう結果が欲しくて小さくなったりとかしてるし、やっぱ振り切れなくなってくる、はい、そういうのをこう解消するためにロングティーでもう一回こう大きく振る練習をしてるんだけど、うん、はい、やっぱロングティーを見てて、あ、こいつすごいなと思ったのは、唯一いる、あなたですか、誰だと、今現役、え、ロングティーで日本人、え、誰だろう、坂本選手とかですか。いや、迫力とかあるのは、はい、やっぱ山川とか岡有君が迫力があったよ。あ、ホームランバッター、じゃあ村上選手、うちか、あ、今ヤクルトの、あ、ソフトバンク時代に、はい、あのライトポールに向かってこう打ってたんだよ、はい、でうち、ちょっと当ててみって言ったら、うん、当てるんですかって、はい、バーンって当てたからそれってできるものなんですか。いやいや、だからそのぐらいバッティングコントロールがいいというか、そのロングティーっていうのはそのバッティングコントロールのためにもう、いや、もうできるということです、うん、それとやっぱこう擦らないようにしっかりピーンと当てるというか、はい、だからこうスライスボールを打たない、うんうんうん、ちゃんとまっすぐ飛ばすようにやると。はい、じゃあ今のこの中山ライト選手も、うん、ちょっと打ってるけど、はい、少しばらつきがあるよね、はい、うん、だからただこう大きく振って遠くへ飛ばすんじゃなくて、なんて言うんだろう、やっぱこう内川みたいに狙いをしっかりこう決めるとバットの出し方っていうのがこう変わってくる可能性もあるよね、うん、これはやっぱ大きく振って飛ばそうとしてるだけで、はい、狙いはないよね。ちょっと体勢もこう崩れちゃったりとか、うん、その目的を持ってだからそれをしっかり やっていくと、はい、もうちょっといいかなっていう、うんうん、だからまあ内川とこう被らしたけども、はい、まあ、内川はすごかったなっていうふうに思うよね。じゃあここからゲージに入ってのこれフリーバッティングになりますか、はい、うん、まあ、手を離すっていうのはまあ仕方ないのかもわかんないけど、はい、やっぱもう少し両手でしっかり振った後に離すんだったらいいけど、はい、なんか当たった瞬間からこう離すような感じなんだよね、うん、中山ライト選手ですよね、うん、だからもう少ししっかり両手で振り切れるようになるといいのかなっていうふうに
これ癖なんですかね、まあ、癖はもうこういう打ち方なんだろうけど、はい、まあ素質的には素晴らしいものがあるから、はい、なんかそれを開花させるためになんかもうホームラン望んでないと思うんだよね、あの中山選手は、うんうん、まあ本当に打って10本台、はい、まあ、よくて20本前半みたいな、うん、まあ、そういうバッターだと思うんだけど、だからもう少し率を取るためにはやっぱもう少しバットコントロールっていうことを考えると、うん、パーンって遠くへ飛ばすようなフォローではなくて、はい、パーンパーンパーンと狙いを定めて打てるような、うん、そういうことをやるとすごく早道かなっていう感じがするね、うん、まあ、左手ですよね、いわゆる、うん、はい、さあ続いて、中山ライト選手の次は大城選手、大城ね、はい、どうでしょう、はい、大城選手、いやもう全体的に、まあ、まあいいよ、あの実績もあるし、ただこの時の打ち方っていうのは、はい、うん、右腰がこう逃げるんだよね、はい、こう、うん、そうじゃなくてセンターにもうちょっと行ってほしいんだよね、あのこう前側に、まあまあ、センター寄りにね、はい、ちょっとこうやって引けてるから、はい、だからまあインサイドが苦しいのかなっていうような感じがするよね、インサイドが苦しいから ここに間を作るために先に引いちゃってるのかなって、だから開きが早くなってるよね、うん、ということはどういうボールが多くなってしまうってことなんですか、ここは引けてしまう、いやいや、だからあの試合では打てる体勢ではまだないということだよね、あ、うん、これがセンターに入っていきながらインサイドをこう畳んでさばけるとか、はい、そうなってくるといいけど、うん、フリーバッティングだからこうやって腰側引けてもね、はい、打てちゃうけどね、うん、だけどそこら辺を、まあ、これはもう今の打ち方はすごくいいと思うんだけど、いいですね、こうインサイドのボールが来た時にちょっと引ける時があるんだよね、うん、はい、だからそこをこう引かないように我慢できると、うん、もう開幕してもいいような状態に入ってくるかな、うん、だからまあ言えば悪いところもあるんだよ、みんなね、まあそうですよね、いやただ分かってると思うんだよ自分でも、うん、あもうちょっとセンターに入っていかなきゃいけないなとか、うん、だからまあ未調整のもうこれもう終盤だから状態にはなってると思うんだけども、はい、まあ、そういうところがちょっと気になるかな、大城選手は、はい、で最後が、秋広選手です、はいはい、秋広はねこれちょっと一回ずっと流すけど、はい、あのバットを引いた時に入る位置ここの、うん、ここにねやっぱまだばらつきがあるんだよ、それなんか上下とか下げる、まあ、多少上下とか、はい、こっちにこう体の方に入りすぎると か、うんうん、だから入りすぎると出てこなくなるからね、はい、だから入らないようにこうテイクバックが取れるようになると、はい、もっとこう秋広独特な手さばきができるようになるのかなっていうふうに思うね、うん、これを一定のところに保つのはどういうふうに、いやもう形を自分の形をこう常にこうやって作っとかない、でこう自分の中にこのその埋め込むというかこの感覚をということですよね、だからこれがそこがこっちに入らなくなって、うん、ちゃんとこっちの方に収まるようになってくると、もともと秋広って大きい割には器用なバッターだから、はい、手さばきで打てるようになって、うんうん、篠塚さんみたいにポーンと出したら三遊間飛ぶとか、はい、そういう風な形になってくると、うん、そのあたり、まあ、コーチの人ももちろん後ろで見てて、うん、こうしただからねタイミングがまだちょっとバラバラなんだよ、うん、その取れたり取れなかったりそこするんだよ、はい、フリーバッティングのピッチャーでもね、うん、だからタイミングが早すぎたりとかすると余計にこっちに入っちゃったりとか、うん、タイミングが早すぎると入らないままこうやって慌てて打ちに行ったりとか、うん、はい、ね、その力を使うためにちょっと肩が入っちゃったりとか、うん、だから長く大きく自分の形を保てる人が打てるから、うん、だからそういうところを直せば、はい、打つというバットを振るということよりもこの形この割りっていうんだけど、はい、それができるようになってくると打てると思う、うん、いやでも選手って普段自分の後ろからって見ることできないじゃないですか、でもビデオを撮ってくれてるから、あそうか、それを見ながらただ横からでも分かるよ、あそうなんですね、それは分かる、ここがどう入ってる入ってないとか、うん、だからまあこの動画を見てる人でね、はい、バッティングのことを知りたいとか、うん、どうやって見るんだろうっていう人は、はい、3人ともちょっと違うポイントを言ったんだけど、はい、ね、そういう見方をすると、あ、
この人はインサイドが打てないだろうなとか、そういうのが分かってくる。まあね、ジャイアンツでもすでに、ね、レギュラーを取っている大城選手、あと2選手は、ね、これからレギュラーを目指して取っていこうという、全3名の選手を見ていきましたけど、はいはい、こうやってやっぱり動画があってこういろんな方向から見られるっていうのはいいですね。もうよくわかるね。よくわかる。ですね。よくわかる。いや、あのね、キャンプ行っててさ、やっぱ監督と話し出すとさ、はい、選手も見なきゃいけないんだけど、うん、まあまあでも細かいところまでそうやって見ないよね、はい、でもなんかこう飢えてるからさ。そうですね。キャンプ行けないしね、貪欲に見る、飢えてるし、こんな前のめりになって見ちゃってる。いや、そうですよね。そうそうそう、まあ楽しいよね。楽しいですね。こういうのね。でも本当今回はね、前の動画にも上げてますように、はい、DeNA の動画も、うん、球団の方から使っていいですよっておっしゃってくださいましたし、ね、ジャイアンツの方からもぜひ使ってくださいっておっしゃってくださったので、うん、そうだね、はい、ご好意でこうやって、ね、球団が一つずつ増えていくと、まあまあ、ここはご好意のね、球団がね、球団が増えていくな、はい、よろしくお願いします。